3219。はい、大子さん、おはようございます。お忙しいところですみません。今日は信州松代バンドリン合奏団の司会でいらっしゃいます大久保。あ、すみません。前さと、大久保伊代さん、伊代さんですね。はい、はい、もう一度言います。はい、大久保さん、おはようございます。お忙しいところ、ありがとうございます。今日は信州松代マンドリン合奏団大久保行さんにお話を伺いに参りました。合奏団15周年を迎えられてますます盛んの活躍ですけども、一つお聞きしたいことがございまして伺いました。まず松代マンドリン合奏団のスタイルの特徴はどういったところが特徴でしょうか。まあ一言で言いましてですね、マンドリンの原産地イタリアのマンドリン音楽を日本のマンドリン音楽に変えた合奏団であると言っていいと思います。はいはい、それではですね、たくさんのレパートリーがあると思います。特に日本の名曲をたくさん演奏されていますけれど、中でも一番のお気に入りはどんな曲でしょうか。やはり日本人の遺伝子を持っていますんでね、イタリアの音楽ももちろんいいわけですけれども、はい、やっぱり母親の背中で覚えたという、はい、日本の旋律、美しいものがあると、はい、こういうものをですね、マンドリンを通じて後世に残し伝えていきたいという、心情を持って活動しておると、こういうことであります。具体的におっしゃいますと、例えば真っ白の名曲でございますよね。具体的な曲名はもう数えればね、いっぱい、まあ、あるわけですけども、とにかく長野県信州は全国を代表する名曲の産地であるという、はい、いうふうに思っていますんでね、この豊かな土壌風土から自然に出る音楽がこの長野県から生まれておると、こういうふうに考えてましてね、それにもこだわってぜひ演奏活動していきたいと思います。はい、15年間、このグループを続けられた何か秘訣といったものはございますでしょうか。やはり会食がね、燃える材料だな、日本の歌、はい、日本の旋律、はい、やはり日本人が本当は愛しているんだ、はい、という実感ですね、はい、やればやるほど味のある、はい、そういう音楽が日本の美しい旋律にはあると、はい、これに燃えて会員諸君が一生懸命やってもらえるかな。まあ、大体うちは三種の神器というのがありましてね、はい、純粋真面目一生懸命、はい、これが三種の神器。それで、まあ、コンサートなんかもですね、このホールで2回公演、満席にできるというのは今のところうちしかないから、そうです、ね、この力はこの会員が燃えるということ、はい、そういう材料が日本の美しい旋律にある、はい、これを大事にしていきたいということです。すごいですね、美しい曲がパワーになっているかと思います。本日は本当にどうも今日はお忙しいところありがとうございました。すいません、なんか聞いてやらないです。